はい、こんにちは、ポロです。前回ですね、ポッドキャストについて簡単にお話したんですけど、今日ですね、ポッドキャストの、まあ、仕組みというか、どういうふうに配信していくかっていうことをですね、お話していきたいと思うんですけども、ポッドキャストをですね、配信する際は、ホストというものを使うんですね。ホスト。ホストですね。で、このホストの媒体から、それぞれのこうプラットフォーム、A とか B とかね、そういうところにこう C とか、配信されていくような形になるんですよ。だからまずこのホストを使わないといけないってことなんですけど、で今日はですね、まあその、ホストについて紹介していきたいと思うんですけど、まず僕が使ってるもの、無料で使えるんですけど、アンカーっていう、アンカー .fm で検索すれば出てくると思うんですけど、アンカーっていう、まあ、サイトがあるんですよね。海外の、まあサイトですけど、このアンカーを使えばですね、これがホストの役割なんですよ。で、アンカーって、スポッティファイって多分ご存知だと思うんですけど、スポッティファイが、買収したんですよね。だから、アンカーとスポッティファイって同じなんですよ。だからもう純正で、アンカーで、このアップロードした音声はスポッティファイにも配信されるんですよね。で、他にもですね、時間はかかりますけど、やってるうちに、例えば、Google Podcast とか、で、あとはアップルですね。アップルポッドキャスト。まあ、iTunes っていうんですかね、うん。あとね、僕のやつだと、何ですかね、キャストボックスかな。キャストボックスとか、あとは、ポッドキャストアディクトですかね。この辺は実際僕の、このアンカーで配信、もちろんこのアンカー自身もポッドキャストなので、この中でもチャンネルがあるんですよね。で、それぞれにリスナーがいるわけです。これ全部僕の、チャンネルを聞いているリスナーが発生しているトラフィックです。だからこれらの媒体から、例えば僕のチャンネルがあるじゃないですか。こういうふうに来るわけですよね、それぞれが。まあ、そのポッドキャスト、特にアンカーっていうものはですね、そういう、アナリティクスとかもついているので、どういう自分のね、オーディエンスっていうんですけど、その、まあ、リスナーがですね、どういう人たちなのか、どこの媒体から来て、で、例えば何十代とかね、何歳とか、まあ、大体のレンジがあって、何歳とか、男性女性とかね、あとどこの国から聞いてるかとか、そういうことも全部調べれるんですよね。このアンカーっていうものを使えば、こういった形で、アンカーにアップロードしたら、その音声が自動的にこういうそれぞれの媒体に配信されていくんです。ただ、いきなり最初からですね、全部のこう媒体に配信されるわけではなくて、最初は Spotify だけなんですね。で、時間を経るごとに勝手にですね、こう、Google Podcast とか Apple とかに配信されていくようになるんです。時間がかかると。で、僕の場合は Apple には自動的にこう、配信されなかったので、アンカーに問い合わせをして、ちょっと Apple の方が、届いてないんだけど、もう1ヶ月ぐらい経つけど、全然配信されないんだけどって言ったら、まあ、アンカーの方で手動で、まあ、設定してくれて、まあ、配信されるようになったんですけど、RSS フィードっていうのも使うんですね。まあ、特にこっちで設定することはないので、まあ、仕組みだけ知っておいてほしいんですけど、ブログとかも使うんですね。こう更新通知が行くための仕組みみたいなものなんですけど、アンカーでアップロードした音声が、この RSS フィードによって、それぞれの媒体に送られるんですね。だから、いちいち、こう、自分で、それぞれの媒体にアップロードする必要はないんです。このアンカーに、音声をアップロードすれば、アンカーが RSS フィードを使って、それぞれの媒体に勝手に配信してくれるってことなんですね。まあ、この辺のね、Spotify、Google Podcast、Apple Podcast ぐらいすごく有名じゃないですか。知ってる人も多いと思うんですけど、このキャストボックスとかポッドキャストアディクトって多分聞いたことある人ほとんどいないと思うんです。でもこういうところにもオーディエンスがいるわけですよね。まあリスナーの人が。すごくなんか、まあ僕もやってみて初めて知ったというか。だから、それぞれの媒体のお客さんを拾えるんですよね、うん。例えば YouTube なら YouTube しか配信しないじゃないですか。そうすると、他の動画配信サイトにいるお客さんにはリーチできないですけど、まあこういうポッドキャストを使ってると、それぞれにいる媒体のお客さんがリーチできるんですよね。この辺とか多分相当コアだと思います。キャストボックスとか、ポッドキャストアディクトを使っているお客さんって、まあかなりマニアックというか、だと思うんですよ。でもそういうすごく濃いお客さんにもリーチできるっていうのが大きいですよね。
で、このアンカーなんですけど、アプリもあるんですよ。僕は、音声収録するときどうしてるかっていうと、まあ、これまた機会があるので説明しますけど、オーダーシティっていう、音声編集ソフトがあるんですね。無料で使えるんですけど、オーダーシティっていう音声編集ソフトに、まあ、音声を入力するんですね。僕の場合だと、ポッドキャストだけじゃなくて、自分のメルマガとかブログとか、そういうところで自分の音声のコンテンツとして配信してるので、一応オーダーシティで、収録して、いろいろノイズリダクションとか、そういうものを編集した上で、そういうね、いろんな媒体で使い回しをしたいので、オーダーシティで撮った音声を、まあ、アンカーにアップしてるんですけど、別にこれ使わなくてもいいんですね。もうアンカー自体にその録音機能がついてるので、アンカーでその録音ボタンを押して音声を入力すればですね、すぐに使えるんですね。で、これってスマホでも使えるんですよ。スマホにアプリがあるんで、スマホアプリ。これをダウンロードすれば、もうスマホから直接、まあ音声をね、配信できるんですよ。なので、本当にすごく楽なんですよね、うん。スマホにアプリをダウンロードして、あとはそのスマホのアプリで録音ボタンを押すと。で、編集というか簡単な BGM を入れれるんですけど、BGM 素材も全部アンカーの中に備わっているので、音声をアップロードした後にこの BGM を追加するみたいなボタンがあるので、それを入力すると、なんていうんですか、すでにその、音声素材がいっぱいあるので、その中から選んで、それをクリックするだけで自動的にその自分の音声に BGM が追加されると。しかもまあ素晴らしいのは、そのフェードイン、フェードアウトみたいな効果も自動的にやってくれるんですよ。最初のイントロの部分は音が大きくなって、で、2、3秒したらそこからこう自分の声が入るじゃないですか。そうするとこう BGM が大きいと聞こえなくなりますよね。でもそのフェードイン、フェードアウトも自動的にこのアンカーの方でやってくれるから、最初のイントロの部分ですね。はすごく、まあ、BGM が大きい音で流れて、で、自分が話し始めたら BGM が小さくなると。バックグラウンドミュージックになって、で、最後話し終わったら今度アウトロの部分がまたこう、音が大きくなるみたいな。まあ、そういう編集を自動的にやってくれるんですね。だから、僕の場合だともう本当にね、1エピソードだいたい10分くらい撮ってるんですけど、10分で撮って、もう BGM 追加して入ってあげるだけなんで、もう本当にね、1エピソード15分もあればアップロードできると。なので僕も本当にこう、量産してるというか、たくさん作れるんですね。時間が短いから。ブログってやっぱり1時間ぐらいかかるじゃないですか。で、そのままやってたらやっぱり、1日ね、何記事もアップするのって難しいと思うんですけど、これだったら本当に1時間あればね、4、5エピソードぐらいはアップロードできるんで、すごく楽なんですね。で、この、まあ一応参考までに有料のホストも言っておきますね。有料だとリプソンっていうのがあるんです。まあ、日本人で使っている人はほとんどいないんですけど、より高度な機能を使いたい場合は、この Lipson っていうものに契約するのがいいと思うんですけど、英語のプラットフォームなので、まあ、こっちも英語のプラットフォームですけど、こっちは別にそんなに英語わかんなくても多分大丈夫。Lipson はちょっとまあ、英語のプラットフォームで、より機能が高度になるんで、ある程度英語がわかっている人じゃないと、ちょっと使い勝手が悪いかもしれないですね。で、このアンカーとは別に、今までの Spotify とか、Google Podcast とかね、Apple Podcast ってリンクしてるって言ったじゃないですか。でも、リンクしてない Podcast の配信スタンドというかね、ホストもあるんですよね。日本人でよく利用してるのが、ヒマラヤっていうのがあるんですよ。中国系の、まあ、Podcast なんですけど、ここはね、リンクしてないんですよね。してないんですよ、リンクを。だから、ここは別個にあげないといけないんですよ。僕はヒマラヤもやってるんですね。うん。ここも結構日本人のお客さんが利用者が多いんで、まあ絶対やった方がいいんですけど、アンカーに上げるだけだと自動的にヒマラヤにアップされないんですよ。だから、僕の場合だと、アンカーでアップした音声をダウンロードするんですね。そうすると BGM が入ってるじゃないですか。で、BGM が入った状態のやつを今度はヒマラヤにアップする。そうすると、もう完全にその編集済みの音声がこのヒマラヤで聞けるっていうふうになるわけです。なので、まあ非常に楽と。もしこれ個別に上げるんだったらね、またこう BGM 出ないといけないとか、別に入れなくてもいいんですけど、BGM は。まあ、めんどくさいじゃないですか。なので、この2つだけはどうしても別々になるんで、ヒマラヤにアップしたい場合はヒマラヤに
あのヒマラヤスタジオっていうのは、スタジオか、っていうのがあるんで、そこにこう、まあ、なんていうんですか、設定してアップロードするような形になります。で、ヒマラヤスも利用は無料なんで、あの、無料で使います。はい。ということで、簡単にね、ポッドキャストの説明をさせていただきましたけど、本当にすごく簡単にできるし、まだまだこうね、参入者も少ないし、音声媒体ってね、まだ非常に可能性があると思うので、ぜひ、あのね、チャレンジしてみてほしいと思います。では、最後まで聞いていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。